イスラム教徒の人口非イスラム協力機構加盟国イスラム世界とは、イスラム教とそれを信仰、実践する人々であるムスリムが、社会の中心に立って活動する地域を指し、イスラム法の用語に言うバールアルイコールイスラームとほぼ、等しい概念を意味する語である。歴史的な対象を指すのにしばしば使われるが、イスラム世界の中に法として、 シャリアを用いない国も少なくない現代を指しては、イスラム圏、イスラム諸国などの言葉を用いることも多い。イスラム教国とは、イスラム教に関連が深い国のことであり、以下のどちらかを指す。国境がイスラム教である国、シャリアを法として実際に運用している国。この場合は、イスラム国家と呼ばれることが多い。この定義では、トルコやアルバニアのような、 人口の大多数がイスラム教徒であっても世俗主義を標榜する国家は入らない。イスラム教徒が人口の比較的多数を占め国家の指導的立場、ヘゲモニーをイスラム教徒が握る国。ほぼ全てがイスラム協力機構に加わっている。ムスリム国家とほぼ同義であり、キリスト教国、仏教国、ヒンドゥー教国などの言葉に対応する。ありがとうございます。